朝日西池の内町の宝が池公園運動施設内にある球技場。一般には単に宝が池球技場と呼ばれることが多い。施設は京都市が所有し、京都市スポーツ協会が指定管理者として運営管理を行っている。サッカーではジャパンフットボールリーグ在籍当時の京都パープルサンガが1993から94年にかけて、 佐川印刷サッカー部も、一時期ホームスタジアムの一つとして公式戦をかず、試合開催したほか、関西サッカーリーグの公式戦も開催されたことがある。フィールドが従来天然芝だったのが2005年秋に、ロングパイル人工芝に張り替えられたため、 張り替えが完了した後は1日の開催可能試合数が大幅に増加した関係で、京都フットボールリーグで使用される日数が大幅に増えている。逆に規定上全国リーグ規模での人口芝での開催ができないため、JFL、J リーグ、なでしこリーグでの使用ができなくなってしまった。またラグビーにおいては、関西大学ラグビーフットボールリーグや、 全国高等学校ラグビーフットボール大会京都府予選トップエストリーグなど主要大会に幅広く使用されているほか、アメリカンフットボールラクロスでも使用されている。ありがとうございます。